ある島に一人の地味な少女がいました。彼女は勉強も運動も不得意で、コミュニケーションもダメで、何の取り柄もありませんでした。しょうがないわよね。みんながみんな主役になれるわけではないもの。勉強も運動も笑われない程度に頑張ろう。会話も人間関係も嫌われない程度に頑張ろう。本当は一人が好きだけれど、部屋にこもると家族が心配するので、たまには公園に行ったりもしました。でもそこはいつも笑顔であふれていて、私はいつも頬が疲れてしまいます。しょうがないわよね。ちゃんと楽しめない私が悪いんだもの。それでもどうしてもの時は、町の片隅の古本屋さんに避難しました。紙の匂いと明るい日陰、私の一番ホッとできる場所。書物を探すふりして本棚を回り、題名で内容を想像するのが好きでした。店主のおばあさんは何も言いません。私をちらりと見て読書を続けます。毎日毎日そうして過ごしました。毎年毎年そうして過ごしました。この先もずっとそうして過ごすんだと思います。あの団長さん、ちょっといいかしら。実はその
前に話したたんび者のネームだけど。通ったの、応募して通ったの、シンさん。スフィリアの書物見本市に作品を出展できることになったの。ありがとう、みんなには感謝してるわ。本当にあの時あなたたちと出会ってなかったらきっと今も踏み出せてないと思うから。私は巷で魔物絵師とか言われてるけれど、本当はたんび絵師を目指してるのよ。一冊も売れたことないけれど、はあ、このまま一生魔物。あなたたちと、でもいいの？すごい、たんび物が集められるなんて。これは夢なら一生覚めないで。ああ、封印されし邪眼がうずいてきたわ。グランサイファーに乗せてもらって、島々のたんび物を集めて勉強できて、応募したネームもそう。私一人ではきっと無理だったわ。あ、ネームって下書きとかラフ画のことね。あとはペンで本番の線を描いたり、簡単な色と背景を足せば完成よ。あ、今思ったでしょ、まだまだ未完成じゃないかって。心配ないわ、時間の問題よ。絵柄だって未熟だけど慣れてきたし。はあ、夢みたい。本当に自分の作品が世に出るなんて。あ、 B さんとルリアさんだわ。二人にもお礼を言わないと。よしよし、誰も先生を責めたりしませんよ。でも私本当にダメでいけんで。そんなことありません。では涙と鼻水をチンして、ちょっとは落ち着きましたか？ごめんなさい、取り乱しちゃって。いえいえ、お安い御用ですので。でも本当にどうしよう、まだ半分も終わってない。見本市まであと3日、印刷所の入稿期限は明日の朝なのに。やっぱり大変な作業なんですね。いつまでに書き上がりそうですか？確かネーム自体は半年ほど前にできていたかと。実はそのこういう話聞いたことない？宿屋とかにこもって缶詰めしたら、そのうちすごい集中力が湧いてきて、パパパッと作品が完成するみたいな。はは、確かに作家業ではありそうな。でも先生の様子を見ると現実は違ったみたいですね。はい、結局最近までダラダラと。
もう何もかもが遠い気がする。あらら、すっかり気力が尽きてますね。ではわかりました。印刷所は私が交渉してみましょう。交渉？入稿期限を延ばすってこと？はい、なんとか話をつけてみますね。うん、でもそこまでしてもらっても、改めて読み返すと問題点もあって、なのにアイディアは出ないし、シェロさんの協力を無駄にするかも。先生、ただいま。黒の染料やっと見つかったよ。三角定規もありました。お、シェロカルテ君がいます。どうもどうも、お二人もいらしてたんですね。メリッサ、マキラ、ありがとう。でも悪いんだけど、お部屋が散らかってる。ひょっとしてまた錯乱しちゃったの？またと言いますと？最近は毎日ですので、もちろんちょっと心配なんですけど。でも初日にルナール君が自分で何があっても缶詰を解かないでと。あの時とは事情が。こうも言ってたよね、事情が変わっても解かないでって。でもなんか風っぽい。ああ、出ました。風は大体嘘だからですよね。良い周到すぎる初日の自分。未律廃反と言いますか、書きたいけど筆が進まない絵師さんのジレンマですね。ジレンマか。作業が大変というより心の問題ってことかな。そうかもですね。ひとまず気力の回復が先決みたいです。気力回復。シェロカルテさん、どうしたの？カバンをゴソゴソして。実は先ほど取引の際にいくつか栄養剤のサンプルをもらいまして、ぴったりなのがありました。気力回復、疲労退散、野生爆発。パンパカパンパンパン、ハンサムゴリラ。栄養剤のサンプル、ハンサムゴリラ。完成間近の新商品ですね。主成分は密林の奥地のもろもろだそうで。それでは先生、一本どうぞ。どうぞって、密林のもろもろって何？完成間近って完成してないんでしょ？気にしない気にしない、副作用はほとんどない段階だそうで。本当に？幻覚とか変なもの見えたりしない？はい、めったには。少々高揚しますが普通のことですので。野生爆発、なんかかっこいい。私も興味あります。ゴリラ、栄養剤というのを飲んだことないので。まだ何本かありますよ。では皆さんで乾杯といきましょうか。この状況がちょっとでも変わるなら。じゃあ、乾杯。
どう？進んでる？食事を持ってきたわよ。スフィリアの郷土料理です。霧のいいところで休憩にしませんか？うほうほうほう、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 うほうほうです。うほう、あ、ご飯の匂い、うほう、うほうほう、うほうほう。お二人とも、おかえり、ウホです。なんなの、この、な、見当もつきません。皆さん、過労で正気を失ったとか。あ、私は平気だよ。実はさっき、シェロカルデさんが持ってた。メリッサ、明らかに平気じゃないでしょ。あなた、その髪は一体。これ栄養が全部髪に回っちゃったみたい。私もびっくりしたけど、体質だから。そういえばそうでしたね。気が動転して失念していました。でも栄養というのは、この床に転がっている瓶のことですか？うん、ハンサムゴリラ、新しい栄養剤のサンプル品なんだって。ルナールの気力回復のために。あとついでに私たちも飲んじゃったんだ。うほうほう。はあ、で、変に興奮してるってわけね。失敗。元気が出たのはいいことですけど、この状態で原稿は書けるんですか？あ、それがね。うほう。マキラ、何を持ってきて。というか、四足歩行はやめなさい。あ、最新の原稿です。すごい、かなり進んでいますよ。そのページ、過去最速だって。マキラの作業もはかどってて、気力回復は一応成功みたいだね。そう、効果は抜群なのね。過剰だけれど。だって野生爆発だから。そうだ、ミラとリャオも飲んでみる。すぐにパワーマックスになれちゃうよ。私たちもですか？さすがにちょっと。うほう。ああ、でもそうか、集中力の向上は捨てがたいですね。悩むな。ご安心を。シェロ殿？あ、普通に喋ってる。体が慣れてきたら普通に戻りますよ。あとは体質ですかね。特にマキラさんは初栄養剤だそうで。なんだ、そうだったんですか。確かに効果に差が見られますね。ま、シェロはもともと冷静だと思うけど、栄養剤なんて飲み慣れているでしょ。ふふふ、さて、どうでしょう。で、ありがとうございます。でも、やっぱり勇気がいるな。大げさね、リャオ。自立心の訓練みたいなものよ。成分が回りすぎないように脈拍を落ち着かせて飲めば問題ないわ。自立心、なるほど、さすがミラですね。じゃあ早速いただつまり印刷所はシェロさんの交渉次第。締め切りの件はお任せください。シェロちゃんの腕の見せ所ですね。信じてるわ、シェロさん。その間に私は今まで通り、うん、今まで以上に書いてみせる。その代わり申し訳ないけど、ミスとか雑な指示が増えると思うの。
だからごめんなさい。みんなの理解と連携が重要になってくるわ。うん、わかった。何度も言ってるけど気にしないで。大変だけどお手伝いは楽しいから。メリッサありがとう。あなたにはいつも元気づけられるわ。思えばなんだか不思議な縁ですよね。おこたの民、以前おこたを囲んだ面々がこうして再び集まるなんて。リャオさん、そうね、また頼らせてちょうだい。おお、わあ、マキラ。まだゴリラが抜けてないのね。でも作業は完璧で助かるわ。あ、ミラさん、やっぱり怒ってる？こんな状況になっちゃって。もし嫌なら無理には。ミラ、どうしたんですか？顔色が悪いですよ。ごめんなさい、考え事をしていたのよ。そうなの？何か不安があったら言ってちょうだいね。問題ないわ。私は何も平気だから。言えない。ルナールが大変な時に私一人、副作用で変な幻覚が見えるなんて。ミラさん、いつも冷静で本当に尊敬するわ。ミラの自立心は才能と努力の結晶ですよね。うん、私たちも見習わないとだね。見習わないと、ミランナはないとなんて。プッププププッ。うほうほう。できる限り視線をそらそう。それじゃあ改めてみんなお願いします。ゴー。2枚消しゴム終わり。次はと。ここは細い筆に変えて染料を乾かす時間も考えると、よかった。絵はゴリラに見えない。慎重に、失敗は許されないぞ。さん、すみません、そのまた文字がずれてしまって。いつもの上がり症ね。最近は克服してきたように見えた。はい、弓だったら多少は。ですが根本的にはまだまだ本番には弱いみたいでして。大丈夫よ、気にしないで。ずれは白で塗りつぶせばいいもの。ミラさん、余裕があるときに頼める？了解よ。染料が乾いたら修正するわ。何度もすみません、足を引っ張っていますね。ルナールが言ったでしょ、気にするほどのことでもないわ。ですが、ルナール、ちょうどリャオの作業が空いたわ。さっき言っていた構成を振ったら。あ、確かに効率的かも。リャオさん、
このページお願いできる？合成誤字脱字がないか確認することですね。わかりました。一文字たりとも見逃さぬよう努めます。ほら力まない。一発勝負と違って反復作業なんだから。そうですね。でもミラのように効率的に確実に構成する方法は、そうだ。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。あ、主役のポポルのセリフだ。相手役のマキリと話し、たんびものね。そこは考えないようにしていたけど。君にはわからないだろう。だが、ちょっと待って、どうして読み上げてるの？はい、これが最も確実な方法かと。すみません、うるさかったですか？君にはわからないだろう。だが僕にはそうとしか思えないんだ。もっと抑揚があるといいかも。ポポルの本当の感情が伝わるように。なるほど、勉強になります。マキラ殿、このセリフがどうかしたんですか？そうか、ひょっとして。待ってってば、どうして演技指導してるの？どうしてだろう。でも上達すると作業も楽しいよ。ほら、おこたでネームの時もミラとリャオはいなかったけど、シェルカルテさんがポポルをやって変わった男だ。僕はポポル、諸国を旅して回っている。俺はマキリ、あんたと同様訳ありさ。だがその甲冑、どこの島出身なんだい？怪我をしているな。隠している腕を見せてみろ。おいおい、よせよ。こんなもんかすり傷だぜ。ポポルの桃色の唇から漏れた吐息がマキリの真っ赤な傷口をそっと撫でる。するとまるで春が訪れたかのように、男たちの景色は色づいていったのだった。そうだったわね。まあ楽しいのはいいことだけど。でもほら、ミラさんはちょっと集中できないんじゃない？私？そうね。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。もうどうでもいいわ。リャオがポポルでゴリラでも誰？リャオさんがポポル様でゴリラ？今の演技ポポルっぽい気がする。本物のポポル知らないけどね。そうですか、ありがとうございます。でもメリッサ殿も達者ですね。もともと演劇か何かしていたんですか？私は何もしてないよ。マキラもそうだよね。では才能でしょうか。私の演技より自然に思えるんですよね。自然？そうかな。あ、シェロさんの影響じゃない？お手本があると上達が早いもの。そっか、きっとそうだね。シェロカルテさんが戻ってきたら上達する練習方法を聞いてみよう。はい、お願いいたします。あの構成はどこに行ったの？シェロさんが戻る前に何とか状況を変えないと。お待たせ、みんな。僕を呼んだかい？本当に締め切り
明日の日没まで伸ばせたの？はい、発行部数的にそこが限界とのことで。ありがとうシロさん、おかげで希望が見えてきたわ。よかった、明日の日没なら間に合いそうだね。そうね、このまま順調にいけばだけど。お、確かに気は抜けませんね。では張り切って作業を続けましょうか。そうしましょう。じゃあシェロさんは。リャオさん、はい。それでは。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。すごいポポルっぽい。教えたというほどでは。この作品の原作ポポルサーガの顛末と主役の成長過程を伝えまして。それで演技が上達するの？どうなんでしょう、リャオさんの中のポポル像が固まったのかもしれませんね。おかげで理解が深まった気がします。なんだか不思議な気分ですね。そうだルナルドの、このページで教えていただきたいことが。無理。おお、だって理解を深める気でしょ、もっと上達する気なんでしょ。そんなの正気を保てる自信ないわ。あ、そのすみません、作品内容の質問では。ごめんなさい、作業の質問だった。実は先ほどネームも含めて全体を通して拝読しまして、それでこのページなんですが、セリフが欠けているんですよね。ああ、本当だ、他の箇所は埋まってるのに。ははー、ひょっとしてこの空白が前に言ってた問題点ですか？うん、そこのセリフは今も悩んでて、書いては消して書いては消して、結局保留のままで。ふむふむ、物語の展開的に重要な見せ場ですね。そうなのよね、いわゆる決め台詞というか、ここまで言葉にしないまま交流を深めてきた二人がついに愛を告白する場面なんだけど。なるほどね、時々うなっていたのはそのせい？せめて教えてほしかったわ。だってこれ以上みんなに心配かけるわけには。ねえねえリャオ、この告白場面のあたり朗読して。は？理解と連携が重要なんだよね、私たちも問題点を知っておかないと。でも確かに言ったけど演技する必要は。私は構いませんよ、読めば読むほど理解が深まるので。ではミラ、マキリ役を頼んでもよろしいですか？は？お？ダメですか？私たちの連携で臨場感を出しましょう。ダメというか、その男性同士の物語なのよね。はい、そうですけど。そうですけどって一切躊躇がないわね。そういえば昔から性別には無頓着だったか。おおおお、どうしたの？マキラも朗読したいの？今のマキラさんでは臨場感が。そこ重要？臨場感はどうでもいいはずでしょ。重要よ、理解と連携と臨場感。ルナール、さっきまで反対だったくせに。おおおおお、な、何よマキラ、そのあとは任せたみたいな握手は。もう分かったわよ、やればいいんでしょ。
ふふふ。や、柔らかい唇だぜ。いきなりだって？猶予は与えたはずだぞ。迷ってる時点で。待って、ミラ。ポポルのセリフを飛ばしていますよ。あ、そうみたいね。ごめんなさい。気にしないで。落ち着いて丁寧に演じましょう。頑張って。みんな応援してるから。おおお。行きまずに行きましょう。もっと詳しい解説も必要ですか？もう十分よ。マキリについては把握したわ。ちゃんとやらないと終わらないわね。ミラの表情が変わった。準備は整ったみたいですね。では今一度参りましょう。柔らかい唇だぜ。よせ。いきなり何をするんだ。いきなりだって？3秒だ。拒む猶予は与えたはずだぞ。そんなもの短すぎる。あまりにも迷ってる時点で心は決まってるのさ。な、そろそろはっきりさせようぜ。なんだって？ちゃんと聞きたいんだよ。あんたにとって俺は何だ？俺は友達か、あるいはホニャララか。さあ言えよ。ホニャララなんだろ？そんなもの。君は僕のホニャララだ。決まっているだろ。ポポル、マキリ。すごい。よかったよ、二人とも。ブラボー。素晴らしい朗読でしたね。おお。ありがとうございます、ミラ。お疲れ様でした。どうも。で、うん、大体の展開は分かった気がする。ホニャララは空白なんだ。はい、何か妙案があるといいのですが。今は静観するしかないわね。ルナールのアイディア次第よ。そういえば先生はどこでしょうか？本当だ、興奮して蒸発しちゃった。おマキロ、机の下を指して何を。ルナールが倒れているわ。気絶しています。急いで手当てしないと。ごめんなさい。あ、また脱走した。みんな囲んで囲んで。はい、失礼します、ルナール殿。なんの。ああ、読まれました。壁を蹴って空中回避するとは。まるで曲芸師だね。マキラ、野生爆発だよ。この瞬発力、身体能力も上がったみたい。でも甘い。おい。ルナールが何か放って。あ、バナナ。マキラがバナナを追っちゃった。朝食の完熟バナナです。まさか残しておいたとは。今回は一筋縄ではいきませんね。ですが戦術上絶対的に有利なのは。そこまでよ。観念なさい。この扉は唯一の出入り口。
銃を舞おうと甘いもので釣ろうとどの道ここを通る必要がある。分かって、あなたのためよ。そうね、その通りだわ。でもそこに道がなければ開けばいい。ほう、気をつけて。まいけない、ここは2階です。心配しないで、旅で鍛えたボディの見せ所よ。とりゃあ、あ、転んじゃった。ルナール、ボディは平気？痛い、床に何か滑って。ふん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 。バナナの皮ね。ま、自業自得よ。でも危ないところでした。冷静になりましたか？はい、お手数おかけしました。締め切り今日の日没だよね。もう一息だよ、頑張ろう。うん、皆さん、お客さんです。激励。あ、団長さん。そういうわけで、その告白場面が唯一の問題なの。はあ、もうどうすればいいのか。自信を持って。逆に言えば他に問題はないんだし。おおおお、団長もゴリラに見える。では団長さんにも意見を聞いてみませんか？なるほど、賛成です。そうね、確かにこのままだと拉致が開かないわ。ひとまず方向性は固めて進めないと。団長さん、直感でいいわ。今案としては3種類上がってるの。シンプル、パッション、サプライズ。告白場面のセリフ、あなたならどうする？そう、サプライズ。いいの、何も聞かないで。大事なのはそこに直感が働いたってことだもの。とすると、最初のセリフは枠線もちょっと工夫して。あ、ルナール、なんか顔がすっきりしたね。さすが団長さん、インスピレーションを刺激しましたね。ひとまず助かったわ。指針があると心の持ちようも変わるから。そうですね、あとは日没までに仕上げれば。うっほほー。よいしょっと。みんなお疲れ様。原稿と必要な書類まとめたわ。うん、お疲れ様。それじゃあ印刷所に持っていこう。待って、あなたたちは休んでて、全員フラフラしているわよ。いえいえ、疲労なら皆さんだって。そうですよ、ここは私が参ります。印刷所は坂の手前でいいんですよね。みんな、団長さんも私のせいで。シェロさん、カバンの中を見せてもらっても平気？カバンですか？はい、構いませんけど。ありがとう、
と失礼するわね。あった。みんなあとは任せて、今夜はきちんと休んでちょうだいね。ルナール、ここからは私の。ダラダラしてたせいでみんなに迷惑かけたダメな絵師の。こっくりな、またハンサムゴリラを。マカ、やめなさい。栄養剤に頼りすぎるのは危険よ。うほうほう、行ってきます。うほう、行っちゃった。一番徹夜してて辛いはずなのに。すみません、まさかゴリラを追加するとは。念のため他の栄養剤は戸棚に隠します。おおおおおお、どうしたんですかマキラさん、ゴリラの瓶を刺してますが。あー、ルナールさんが飲んだのはまだまだ未完成のハンサムゴリラダブルアタック。うっかりしてたわ。ゴリラを飲んだ万能感で来たけど、そもそも私日もほとんどくれて、もっともっと急がないと。あ、足の裏つった。この調子で本当に間に合うの？もうついてもダメだったり、閉店してて誰もいなかったり。ううん、そんなの関係ないわ。ここまで来たらやることを精一杯やる。さあ前に進むのよルナール。ちょっと開いた。なんでこら、どこに目つけてんだよ。ごめんなさい、急いでて足もつってて。うん、仮装してるんですか？仮装だ、意味わかんねえよ。おい、そんなことよ、慰謝料だ。意識キー、本物ゴリラが喋った。はぁ、てめえ誰がゴリラだ、喧嘩売ってんのか。誰か助けて、町にゴリラがいます。でも言葉を喋るので貴重かも。このあんまぶっ殺してやるよ。おら、みんな今の聞こえた？聞こえたわ。そこの曲がり角よ、急ぎましょう。喧嘩売っといて逃げてんじゃねえ。逃げない、逃げるわけないでしょ。みんなに助けてもらったんだもん、みんなに励ましてもらったんだもん。この原稿を絶対印刷してもらうんだもん。はあ、意味わかんねえことをうだうだと。わっ、なんだ先生、ご無事ですか？おおおおおお、どうしてゴリラが町に。ルナール殿、今のうちに体勢を整えて。みんな、わかったわ。さあ観念して、ゴリラ、私たちを止めることはできないのよ。誰がゴリラだ、こら。とっさに来ました。つけんだよ。さあよしなに。そんなもんじゃないだろ、行くぞ。
調子は上がってきたな。締め切りの日没。どうしよう、印刷所まであとちょっとだけど。シェロ、可能性は？出版業界ではままあることじゃ。はい、ゼロではないかと。他の仕事がキャンセルになっていれば印刷機は空いているかもしれません。では参りましょう。私は他の印刷所の様子も見てきますね。おほうほうほう。そうよね。キャンセル。印刷所。行かないと。ルナール。そっちじゃないよ。坂道だし危ないよ。あ、そっか。ごめんなさい。完全に体力の限界だったんだ。原稿も散らばっています。保護、原稿、締め切り、全てを回収するには。みんな聞いて、体力のある私がルナールを追うわ。リャオとメリッサは原稿の回収を。了解しました。はい。ミラ、ルナールお願い。シェロは一足先に印刷所よ。なんとか時間を稼いでちょうだい。お任せよ。それから団長、マキラと船に戻って団員たちを。遅よ、ルナール。久々に横田から出てきたね。ですので、私の感想なんかでもルナール君の役。私もいいと思いますよ。ここのセリフも哲学的で。どう、進んでる？食事を持ってきたわよ。スフィリアの郷土料理です。霧のいいところで休憩にしませんか？本当にバカ。ここまでやって最後の最後にどうして。でも振り返ってみると、ここまで幸運すぎたのかも。団長さんたちに会えて、みんなの応援に励まされてきたけど、たんび者に向いてないのに、むしろつまずかないわけないというか。そうよね、この結果はある意味しょうがない。諦めちゃうの？ん？夢諦めちゃうの？あなたは。なんなの？どういうこと？あ、まさかゴリラの副作用とか。ゴリラを飲んでまで追いかけてた夢を諦めちゃうの？だって、その原稿もバラバラに、印刷所の締め切りも過ぎてて、
ょうがないわよね。夢なんて叶わないものだから。体もクタクタでひどい怪我もしてるみたいで。しょうがないわよね。人生ってそういうものだから。何？だってしょうがないんでしょ。どうして、どうしてそんなこと言うの？あなたこそどうしてそんなに夢中になってるの？私はずっとこうして過ごしてきたじゃない。ここまでできたのは幸運で、ひととき見ちゃった幻覚みたいなもの。そうでしょ、さっき自分で言ったことよ。そうだけど、そうじゃないわ。サボったりダラダラしたり悩んだり立ち止まったりするけど、友達に助けてもらってるのにちゃんとできないダメ人間だけど、それでもちょっとずつ頑張って、ちょっとずつ夢に近づいてる気がする。しょうがないなんて言わないで。そんな曖昧な言葉で諦められるほど、私とあなたの夢は曖昧じゃない。何よ、黙り込んで。だってさっき諦めかけた。たまには弱気もあるの。基本嘘はついてないわ、基本ね。本当に？本当よ。ちょっとは自分を信じなさいよ。じゃあ立てる？原稿を拾い集めないと。当然でしょ。旅で鍛えたボディを見てなさい。開いた。手が滑っちゃったわ。もう一度。うわあ！ありがとう。ううん。いろいろ意地悪なこと言ってごめんなさい。応援してるから。忘れないで。自分を信じること。じゃあ立ち上がって、そして前に進むのよ、ルナール。カーテン閉めて。にゃん。ここ缶詰部屋？原稿は、見本市はどうなったの？というか誰もいない。まさか異世界に迷い込んだパターン？おはよう、ルナール。ちょうど目が覚めたようだね。は？アルルさん、割烹着？ああ、この格好かい？台所を借りて朝食を作っていたんだ。はあ。まだ夢うつつといったところかな。説明は後だ。まずは顔洗ってくるといい。はあ。あ、ご飯できてるなら先に。心配はいらないよ。冷めたら温めるさ。アルルさん、やっぱり夢じゃなかった。ああ、現実だよ。昨夜のことは何も覚えていないのかい？昨夜？あ、転んだ後のこと。原稿、印刷所、見本市。なるほど。では順を追って話そう。昨夜、団長とマキラが来てね、団員を町の一角に集合させたんだ。そこには意識朦朧とした君がいて、缶詰組の者たちに事情を聞いた私たちは共に原稿を拾い集めることになった。団員総出で原稿を？ああ、シェロの熱心な再交渉もあって入稿は無事に果たされたそうだ。本当ですか？本当だと思う。その後君の手当てをしてここに運び込んだのさ。
ミラたちは先に見本市に向かったよ。出かける前に私が君の世話を受け負ったというわけだ。みんな、アルルさんも、ありがとうございます。あ、じゃあごちそうさま。私も急いで行かないと。こらこら、そうなるから私が任されたんだ。その室内着で接客するつもりかい？うん、そうでした。まだ早朝だ。開催時刻には間に合うよ。連日酷使した体をいたわりなさい。はい。じゃあやっぱりいただきます。召し上がれ。すごい。正面の区画、お祭りみたいに賑やかだ。行列ができてますね。会場の案内冊子によると、人気絵師さんが集中してるみたいです。人気ね。ちょっと不公平な気がするけれど。私と作品の思考にもよるかと。耽美物の認知度はまだ一般的とは言えないんですよね。そうね、普通の書店には置いてないわ。日本一の対象になったのも最近のことよ。まあ、観光鳥は想定内。今回の目標は出店自体というか、一冊でも売れればありがたいわね。一冊ですか？ちょっともったいないような。例えば先生の魔物絵を飾って、魔物絵師としての人気を活用しては。それは確かに考えたけど、でもちょっとずるというか、魔物絵の精度を期待されるとハードル上がっちゃうというか。あ、そうだ、みんなは見物してきていいわよ。接客は私一人で問題ないから。いいの？じゃあお店番お願いするね。あの行列の見てくる。私も興味あります。行列、机の装飾の仕方とか見たい。とりあえず休憩かしら。広間の方に出店が並んでいるの。適当に飲み物でも買ってくるわ。あ、私も参ります。皆さんの軽食を見繕ってきますね。では私は紹介の知人に挨拶をしてきます。いってらっしゃい。ポポル様のグッズを見たら教えてちょうだい。ふん、随分と騒がしいな。品のないこの雰囲気を見る限り、やはり絵物語など認めるわけにはいかん。はあ、嘆かわしい。まさかここで新刊が出るとはな。アウギュステ見本市だと思ってたよ。わかる、俺も思った。貯金しておいてよかったよ。本当、プリピュアがないと生きていけないし。でもさっき噂を聞いたんだけどさ、プリピュアは今回で最後みたいだぜ。嘘だろ、俺を殺す気かよ。あ、でもそこは次の題材によるか。みんな楽しそうだね。こんなにたくさんの人を喜ばせるなんてすごい。そうですね、机に布を敷いたり、看板も凝ってて、とっても分かりやすい装飾ですよ。私たちも今後の参考にしよう。絵物語はどんなの書いてるんだろう。案内冊子によると、ここは原作もの。ルナール君のポポルサーガみたいに
有名な作品を題材にしてるみたいです。原作か。あ、作品紹介の張り紙がある。題材は美少女騎士団プリンセスピュア。お、読んだことあります。流行してる小説ですね。女の子が読む書物に連載中の作品です。いろいろあって美少女しかいない騎士団がお姫様のためにいろいろする話だったかと。そうなんだ。いろいろあって大変そう。でもお客さん全員男の人だよ。女の子が読む書物なんだよね。そういえばきっと皆さんお父さんたちなのでは。そっか、なるほど。娘のために行列に並んで。はい、会場どんどん混雑してきてるのに整備も大変そうな。あの係員さんは。ご協力お願いします。通路は開けて2列でお願いしますね。新刊は数が限られております。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。やっぱり勝手が違うな。大変そうだね、アルシャ。 H の伝道の仕事を手伝ってるの？メリッサさん、マキラさん。はい、実は予想以上に盛況でして。普通の書物見本市であれば長年の開催実績があるので大体のノウハウはあるんですが、確か絵物語を扱うのは最近のことなんですよね。そうなんです。お客さんたちの動向とか推移とか他の島の見本市も勉強しないと。実行委員会の方々も毎回試行錯誤はしているんですけど。見本市の実行委員会、そういうのがあるんだ。はい、スフィリアでは国家政策の一環なので国の役人さんたちも関わっているんです。そのおかげで他の見本市より運営面では安定しているんですが、中には伝統を重んずるあまりこうした新しい表現を嫌う方もいて。なかなか。そうでしたか。人手不足に見えるのはそのせいですか？まあ、でも私は絵物語を応援しています。素晴らしい創作活動ですよ。ところでお二人はルナールさんのお手伝いに来たんですよね？うん、今は自由行動中なんだ。アルシャも読んでみる？ああ、そうですね。アルシャ君の感想ぜひ伺いたいです。いいんですか？天才魔物絵師ルナールさんの絵物語、一体どんな作品なんでしょう？うん、盛況だな。まるで見せ物のように。だが所詮ただの流行に過ぎん。どうせそのうち廃れるに決まっておる。本当に嘆かわしいの。このスフィリアが世俗に流されるとは。風の瞳にささやいて魅惑のエメラルダスジュース。熱い友情を胸に呪縛のカタストロフィーサラダ。意味がわからないわ。結局何味なのかしら？推測ですが、有名な絵物語に出てくる料理なのでは。世界観の表現といいますか。そう、出店にも題材があるってことね。凝っているといえば凝っているけれど。それでどうしましょうか。普通の店も探せばあるかもしれません。いいわ、ここで。
普通のものよりルナールが喜ぶでしょ。ミラそうですね。な、何よ。とりあえず適当に選びましょう。郷にいれば郷に従えよ。いらっしゃいませ。お決まりでしょうか。ええ、じゃあ私は風の瞳、エメラル。ん？あ、エメラルダスフルコースですか。ええ、かしこまりました。限定ボックス付きでよろしかったですか。ええ、ありがとうございます。それではお会計1万ルピーになります。1万？高っ。すごい量ですね。さすがフルコースと言いますか。でも本当に良かったんですか。ここは店員さんに事情を話して。いいの、これが欲しかったの。でも確かミラは飲み物を。ピンときたのよ、お店の前に立った瞬間にね。そうですか。でしたら何も言いませんが。そんな、限定ボックス完売しちゃったんですか。申し訳ありません、ちょうどついさっき。お給料を貯めてきたのに。ん、あの子はサーヤ。こんにちは、サーヤ殿。いらっしゃってたんですね。あ、ミラさんにリャオさん。実は最近、絵物語にちょっと興味を。嘘！9世紀パンダムの限定ボックス？パンダム？この箱のこと？知らないんですか？パンダムは老若男女を問わず、全空的に有名な絵物語ですよ。登場人物が豊富で、複雑に絡み合い、男性も女性も魅力的に描かれてて、たまに性別が変わる展開が熱いんです。ですので設定上の性別とは無関係に、登場人物は全て組み合わせ可なんです。あちょっとどころの興味ではなさそうですね。ごめんなさい、つい語っちゃいましたね。欲しければあげるわ。なんかまつげの長い男性のグッズだったわよ。いいんですか？すみません、ありがとうございます。やった、エメラルダスの手鏡、交流会のメンバーに自慢できそうです。交流会ですか？はい、いわゆるファンの集会ですね。今日この広間で企画されてるんですよ。知らなかったわ、そこまで絵物語が好きだったなんてね。そうですね。でもとても楽しそうで何よりです。ふん、食事もろくなものがないな。品書きもむちゃくちゃだ。こんな商売あってはならん。訴えられたらどうするつもりだ。運営はわしの顔に泥を塗るつもりか。お客さん来ないわね。たまに通るんだけど、なかなか足を止めてもらえない。何がダメなんだろう。ちゃんと考えて次につなげないと。あ、そうだ、メモ帳に書き出そう。パンパカパンパンパーン。さっきシェロさんに買ってもらったポポル様グッズのメモ帳の出番よ。素敵。原作の表現に忠実なのも勉強になる。ん？あ、ポポルサーガの短編物？すごいな。挿絵も細かいところまで書き込んでて。あ、ポポルとマキリだ。この絵師さん、どうし。甲冑の継ぎ目に見える素肌は絶対領域。いいかも、珍しい絵柄だけど仕
新鮮というか。甲冑は時間かかるけど、でもやっぱり避けては通れないわね。あの、すみません。甲冑万歳。あなたは。うわあ、お客さん、らっしゃい。なんでもないです。行っちゃった。初めて見てもらえたのに。ああ、もうほんとバカ。どうしてこう。あ、でも本当にどうしてだろう。グッズに夢中で愛想なかったのに。不思議ですよね、お客さんって。書物見本市に訪れる方々は特に。ん？向かいの机のエシーさん？こんにちは。あの、今お話とかしても平気ですか？はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。実は私も緊張しちゃってて。見本市の接客ってあまり気を張るとダメみたいなんです。気を張ると？はい、先輩の絵師に教えてもらったんですけど、お客さんが手に取りづらいみたいで。ああ、確かに私も店員さんの視線を意識すると物色するのためらっちゃうかも。ですよね。リラックスするのがいいみたいですよ。ふむふむ。他の絵師さんたちも書物を読んだり絵を描いたりして過ごしてますね。おこたみはグループ名です。友達にいろいろと手伝ってもらったので。そうだったんですか。あの、よかったらもっと短尾物の話をさせてもらっても。私はあまりいないんです、こういうのを話せる友達。はい、喜んで。初出店なので全然、あの、あれですけど。ありがとうございます。よかった、勇気を出して話しかけて。なんだここは。あのおじいさんは。短尾絵物語だと。スフィリアの栄誉を貶める気か。もう我慢できん。絵物語でさえ反対だったのに、まさかここまで愚かだったとは。おい、係員はどこにいる。あの、落ち着いて。いきなり何なんですか。やかましい。これが落ち着いていられるか。この一角は即刻閉鎖する。君たちは帰る準備でもしていなさい。はあ？何の権限があって。権限はある。わしは見本市の実行委員会の役員だ。最近は若い者に運営を任せていたが、この世俗にまみれた有様は看過できん。実行委員会の。ああそうだ。こんなもの世に出すわけにはいかん。見本市とは若き才能を発掘する文化芸男同士を支援する場では断じてない。でもちょっとずつ世間に広まってて、絵師さんも増えてて。うん、反論のつもりか。では君たちに芸術とは何か教えてやる。時に世俗と離れて孤独を生き、時に気も狂わんほど苦悩して、己と向き合うことで作品は生まれるのだ。君たちにその経験があるか。短尾絵物語など自己満足の産物だろう。悪いことは言わん。その時間で親孝行でもしていなさい。分かったね。では。ふむふむ。では、
先生の作品はまさに芸術ですね。シェローさん。ほう、聞き捨てならんな。何を言っとるんだね、君は。先ほどの芸術論を拝聴して、短尾物も芸術だと言ったんですよ。先生は自分で缶詰にこもり、時に心が不安定になっても自分と向き合って諦めませんでしたね、先生。貴様は一体。所詮は金の勘定しかできん商売人だな。わしは芸術の未来を考えていっとるのだ。なるほど、未来ですか。では一緒に応援しませんか。何が新しい表現だ。あれこそ感性の衰退の象徴だろう。小説を読んで情景を想像できんもののな。確か数百年前の詩人も似た言葉を。小説は想像力の貧困によるものだとか。話をすり替えるな。文芸の発展と絵物語には深い溝がある。そうですか、失礼しました。ところで深い溝と。シェローさん、どうしたの。なんだか普段と違って。シェロちゃんは怒ってませんよ。ただ先生も他の絵師さんたちもきっと一生懸命頑張ったはずで、その心を踏みにじるのは許せません。一生懸命だと。この程度の絵で何を大げさな。大げさじゃない、全然大げさじゃないよ。そうです、ルナール君は本当に一生懸命でした。メリッサ、マキラ、謝罪を要求するわ。ルナールとここにいる絵師たち全員に、あとお客さんたちにも。それともまだ議論を続けますか。ミラさん、リャオさんも。どいつもこいつも孤爵な。わしを何だと思っておる。中止だ。この一角の閉鎖のみでは済まさん。見本市を即刻中止とする。はあ、なんだ、途端に狼狽しよって。そんな、横暴だわ。芸術のためだ。このままでは空の文化が停滞する。だがまあ、君たちが議論の敗北を認め謝罪するのであれば撤回戦でもない。は、敗北、謝罪って何の意味も。権力で勝ったことにしても議論の内容は変わりませんよ。構わん。この騒動は世間に伝聞されるだろうが、大衆は内容より結論を記憶するものだ。スフィリアに絵物語は不相応。委員会も認識を改める良い機会となり、今後の運営においても抑止力となろう。謝れば見本市は続行。もちろんだとも。ルナール、間違ってないのになんで謝るの。だってそうすれば見本市は続けられる。他の絵師さんたちに迷惑は。そうかもですけど、おかしいです。でも、だけど。ダメ、ルナールさん。あ、向かいの絵師さん。私たちのことは気にしないで。今出展者たちで集まって決めたんです。
あなたが謝る必要なんてない。私たちが反省する理由なんてありません。エシさん。係員はまだか。お話は聞かせていただきました。本日の係員代表アルシャと申します。やっと来たか。見本市は即刻中止だ。それはできません。係員一同も納得しかねますから。なんだと？君たちクビになりたいのかね。ご自由にどうぞ。係員を一斉に解雇なさってみては。いいだろう、覚悟していろ。おーい、お客様方、本日の見本市は中止です。皆さん、そろそろパンダムの交流会の時間です。広間に集まりましょう。待ってました。俺すっごい語りたかったんですよ。俺もあ、店員さん、お店って。はい、お待ちしておりました。終了時刻まできっちり営業しますよ。なぜだ、なぜ見本市を続けている。まだわからないの？みんなが本当に絵物語を求めていることを。芸術かどうかなんて関係ありません。絵物語は人々の生活に必要なんです。やかましい。こうなったら国王に直訴してでも。ルナール、調子はどうだい？団長を案内してきたよ。缶詰部屋は荷物とともに引き払って。アルルさん、団長さん、実は今ちょっと大変なことになってて。うん、なるほど、そのようだ。ではある意味ちょうどよかった。君たちの忘れ物を持ってきたんだが、戸棚にあった栄養剤だ。この状況の役に立つんじゃないか。その栄養剤はハンサムゴリラトリプルアタック。ありがとうございます。みんな、あの役員さんを解き伏せるわよ。気力を回復して一気に挑もう。あの硬い石頭を何とかしないと。そうですね、あまりにも古い価値観だと思います。確かに苔の生えた思想だわ。創作の精神とは真逆に思えるけれど。何度でも議論しますよ。お互い意見を戦わせましょう。ほほう、君たち、わしを納得させられるつもりかね。生意気な小娘どもめ。いいだろう、受けて立ってやる。みんな準備はいい？気力回復、疲労退散、野生爆発よ。湧いてきたぜ。とっさに来ました。そんなもんじゃないだろ。行くぞ。
という情熱だ。こんなにも強い決意で丹比絵物語を描いていたとは。そう、そうよ。内容は好き嫌いあってもいい。でも絵物語を好きな心はバカにしないで。いいだろう。今回は不問に不走だが、忘れるな、君の進む先は茨の道だ。尖った作品には逆風がつきもの。必ず第二第三のわしが現れる。その時のためにせいぜい精進したまえ。よかった、これで一件落着だね、ルナール。そうね、みんなお疲れ様。またゴリラに頼っちゃったけど。勢い余ったわね。でも体が慣れたせいか、もう効果は収まったわ。おおおお。マキラ殿はまだみたいですね。効果を薄める薬を探しておきますね。ちょっと待って、いっそ需要がある気がしてきたわ。獣女子ってどうなんだろう。おほう。マキラ、大きな耳とか興味ない？尻尾とか見た目も工夫したりして。あの、すみません。問題はどこまで獣化するかよね。あの、はい。あ、さっきの、どうしたんですか？落とし物とか。いえ、やっぱりいいなって。お値段は。一応50ルピーですけど。じゃあ、あの、応援してます。はい、どうも。おめでとうございます。ついに最初の一冊が出ましたね。やったね、ルナール。なんだかポカンとしちゃってるけど。信じられない様子ですね。目標を達成したんですよ、ルナール殿。うん、そうみたい。この調子でもっと売りたいところね。終了までもう一頑張りしましょう。うほうほうほう。一冊か。本当に一冊売れたんだ。お金を出して買ってもらえたんだ。夢じゃない、妄想でもない。応援してるなんて言ってもらえて。この50ルピは宝物ね。なんだか不思議。また創作の気力が湧いてきたわ。絵物語はみんなの心の栄養剤なんだ。さあ、次回作も頑張るわよ。
動かないで。避けられないから。禁断のジャガンが今みんな半沢のゴリラよ。言葉を喋れるんだ。アキラ殿のゴリラ語、どうすれば治るんでしょう。そろそろ終わらせましょう。来た、インスピレーション、カラミティコミックス。トラトラトラ、そこで禁断のジャガンが、いい声ですね。動かないで。ゴリラ、人間の言葉を喋れるんだ。丸刈りにしている。どうかしら。テイソー、どう、そこそこそこだ。なぜ諦めない。うっほうっほうっほほう。トラ、テイソー、そこ行くぞ。締め付けてあげる。練習を思い出して。みんな、ハンサムゴリラよ。マキラ殿のゴリラ語、どうすれば治るんでしょう。乱れ髪、これだけは絶対に発生。
もっともっと本番の練習をしないと。